世界には召喚獣と呼ばれ世界を守っているものがいました。召喚獣はとても優しく人間の手助けもしてくれます。人間は魔法という便利な力を持っていましたが、もっともっと楽をしたいと思うようになりました。そして召喚獣を取り合い人間同士で争うようになったのです。召喚獣は争い合っていた人間を捕らえて世界から去ってしまいました。残された人間たちは召喚獣への償いのため持っていた魔法を封印しました。こうして人々は今の平和な暮らしを手に入れたのです。ハガル152Hz、償いの春とは2021年秋。